おはようございます。西戸明子です。昨日は福岡県にあります筑紫の南中学校でお話をさせていただきました。参加してくださったのは中学生あるいは近くの小学生のお母様方です。雨の中参加してくださった皆様どうもありがとうございました。昨日のまたその筑紫の南中学校も素敵なところで、何が素敵って校長先生がまたまた生徒自慢をしてくれたんです。今回はうちの生徒って優しいんですよって、例えば何かのイベントでボランティアを募集しますって言うと他校では結構集まりにくいらしいんですね。でもこちらの中学校ではたくさんの中学生が自主的に参加されるそうです。でその現場をね見に行かれたんですって、校長先生が。そしたらその小学生の子供たちにね、中学生がすごく優しいんですって。それをねご覧になって、いやー素敵だなーっておっしゃってました。でなんでこちらの中学校がそういうね、ボランティアに自主的に参加する生徒さんが多い、そういう雰囲気に優しい方が多い、そういう雰囲気になってるのかお尋ねしたら、地域の連携っていうのがねすごくなされてるらしいんですね。で自分も中学校の時に小学校の時に中学生のお兄ちゃんやお姉ちゃんが優しくしてくれた、それが楽しかった、そういう思い出があるらしいんです。いや、 やっぱり人ってなんかやってもらえたことを自分もやってあげたいって思うんだよなって。あ、この筑紫の南中学校ね、またその町ではすごくいい連鎖が続いてるんだなっていうことをね教えてもらいました。この昨日の、なんて言えばいいんでしょう、 お話し会、成人教育講座という、そういう名前だったんですけれども、はい、そちらに参加してくださった皆様からアンケートで多分ですねご質問を皆さん書いてくださってるんじゃないかなと思うんですね。でそれに関しては明日以降を放送でもご紹介させていただきたいな、またお答えできることだけになりますけど、もちろんお話しさせていただきたいなって思っています。さあ、そして昨日公演、おととい公演をさせていただいた佐賀北高校、また嬉しいご報告が届いています。例えば普段あまり担任の先生に話しかけない、そういう生徒さんが自分を出そうと思いますって、そんな風にね言ってくれたそうです。これは担任の先生も喜んでらっしゃったらしくて、いやー嬉しいご報告です。また講演会が終わった後の放課後からあるクラスの中ではね、講演会の話題で盛り上がってるっていう、そんなご報告もいただいてます。限られた70分っていう講演でしたけど、それをきっかけにね本当に皆さんがこういろんな話をお互いにしてくれて、そこでまたこうコミュニケーションが変わっていったら、いやそんな嬉しいことないですね。はい、皆さんからこんな感想届いてます。自分とのコミュニケーションがあることを知った。はい、コミュニケーションって普通は周りの人とだと思いますもんね。この放送を聞いてくださってる方はもうセルフコミュニケーション、我々は自分を責めたり自分を嫌ったり否定したり肯定したり褒めたり寄り添ったり、もう自分が自分とコミュニケーションを取っているよねっていう話はね、いつもさせてもらってるので、知ってくださってることかなと思います。続いて、ありのままでいいんだと思えた。もうそんな風に思ってもらえたなら最高です、ね、どんなに周りがありのままでいいんだよって言ったところで、そう思うか思わないかこれはもうご本人ですからね。自分をコントロールするということは感情を抑え込むことだと思っていた。はい、そう思われている方多いと思います。違います、抑え込んだってそれはなくなりません。いつか爆発しちゃうんです。自分をコントロールする、感情をコントロールするっていうのは
感情に気づくことです。気づいて飲み込まれないことです。一人一人違うということは創造のクリエイティブですね、クリエーション、創造の源であり、そのような多様性はとても美しいことだと知った。本当そう思いませんか？みんな同じ考えで同じ価値観だったら新しいものが生まれづらくなりますね。自分を責める人は人も否定するということにグッときた。まっすぐ受け取ってくださってありがとうございます。そうです、この話は昨日お母様方にもさせていただきました。自分を責める、こんなことはダメだ、こんな自分はダメだって、こんなことしちゃダメって、そうやって自分を責めていると、その同じ部分を持った人を見た時、やっぱり責めてしまうんですね。だから自分を受け入れて許していくっていうこと、それが大切なんだっていうお話させていただきました。さあ、こちらの方は残念な自分、ハッピーな自分、悲しい自分、美しい自分、ホワイトな自分、ブラックな自分など、たくさんの自分で生きているだけで偉いと思う。本当そうですよ。まずは毎日朝起きて学校に行って、価値観の違ういろんな人がいる中で、そうやって毎日を生きていること、そのことで自分に頑張ってるねって言ってあげていいんじゃないかって思います。反応と本音は違うの話が分かりやすかった。反応はね、感情に飲み込まれてこうつい出てくる言葉ですよね。でも本音っていうのは、その言葉よりもずっと心の奥に、自分が本当はどうしたいのか、本当は何を大切にしているのか、それは自分の心をこう深く降りていった時に気づけるものなんだっていうお話させていただきました。今日の話は自分のことを振り返る、向き合うきっかけになる話だった。新しい考えを知れた、気づいていなかった視点があって参考になった。大人になっても子供の時に溜め込んだものと向き合っている方がいらっしゃることを知り、大人も同じだと思った。佐賀北高校の皆さん、たくさんの感想を寄せくださって本当にありがとうございます。これからね、また改めて、先生方が皆さんの感想をファイルで届けてくださるということなので、じっくり読ませていただきますね。本当にありがたいです。そしてありがたいことに、こちらの感想にはご質問をいただきました。一つだけ質問です。アンケートの、アンケートじゃないか、感想文の最後に書いてくださってるんですね。昔、私が話すことはない男子に陰口をたくさん言われたり、こそこそ笑われたりしたことがあります。私はその男子たちに対して何もしたことはありません。直接謝られてもいません。だからその男子のことが大大大嫌いです。その人たちのことも好きにならないといけないと思いますか？私は今でもその人たちのやったことは許してません。できれば回答をお聞きしたいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。質問をしてくださって、これ読ませていただいて、そういえば私もそんなことあったなって、もうすっかり忘れていた記憶が蘇ってきましたね。なんかあるクラスの前を通りかかるとですね、なんか私の方を見てクス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 笑ってる人たちが、男の子たちがいたんですよね。あの時嫌でしたね。なんでなんだろうって、まずわからないんですよね。なんでそんなに笑われてるのかわからないっていうことって不安になりますよね。はい、そしてこの方のご質問、その男子たちのこと好きにならないといけないと思いますかって。私は別に好きにならなくてもいいと思いますよ。で、その人たちのことが許せなくてもいいと思います。それが正直な気持ちですもんね。ただ思うのは、
誰かを大大大嫌いって思っている時、実は苦しいのってその人じゃなくて自分なんですよね。誰かを許せないって思っている時、相手の人は何かを言ったとかやったとか、そんなことを覚えてもいなかったりします。これ大人も同じで、やっぱり私が主催している NACA というコミュニケーションアカデミーのマスタークラスというクラスがあるんですが、そこで過去の許せない人っていうのがやっぱりいると。です、もう30代40代50代になってもやっぱりそれってずっと苦しいんですね。だってそんなに嫌いな人のことだったら忘れちゃったらいいじゃないですか。だって思い出すだけで嫌ですよね。それなのに忘れられないんですよ、嫌いで許せない人って。だから何度も思い出しますよね。で何度も嫌な気持ちになるんです。だからもう嫌だってもう何とかしたいって何十年も続くとなるんですね。で、まあ、どうするかって言った時に、まあ、これが唯一の解決方法ではないんですけど、実際その方に話してみるんですね。私ね、僕ねって、あの時すごい嫌だったんだって、すごい傷ついたんだって。でその時に起こるのが、はい、そんなこと言ったっけ、そんなことあったっけって。相手の方は覚えてない。まあ、これが非常に多いんです。でその時、まあいろんな反応があるんですけど、相手も覚えてないようなことを自分は何十年も覚えていて、何十回だかもう数えきれないぐらいそのことを思い出してはムカムカし、まあ言うなればですね、そのムカついた出来事を頭の中でですね、自分の一人で映画上映会をやってるようなものだと思いません？何回も思い出すってね。で何回も思い出してるから記憶もどんどん鮮明になっていくわけですよ。まあ、なんなら記憶はより書き換わっていったりしますね。ムカつく、もっとひどかったんだみたいに、現実よりも実際起こったことよりもすごいひどいことが起こったんだっていう風に結構記憶は書き換わっていくこともよくあります。でその映画を何回も上映するもんですから、もう何十年も苦しむんですよ。はあ、しかも相手は覚えてない。だから大大大嫌いでもいいですし、許せなくてもいいんです、いいんですけど、その結果この方お名前がね、届いてはないんですけれども、私の元にはまあ、きっと女性ですよね、女の子ですよね。この方が苦しい思いをされないといいなって思います。まあそうは言われても許せませんと、大大大嫌いな気持ちが変わらない、じゃあこの気持ちをどうしたらいいんですかって思われるかなと思います。残念ながらこうしたらいいよっていう、こうしたらもう大丈夫だよという正しい処方箋があるわけではありません。ただそうですね、何が申し上げられるでしょう。自分が話すこともない男子になぜ陰口を言われたり笑われたりするのか、それはその男の子たちがあなたのことが気になるからですよね。まあ、実際にその現場を見ていたわけじゃないので本当にわからないんですけれども、人生の先輩に昔教えてもらった言葉があって、それは一番人間にとって辛いっていうのは無視されることなんだ。自分が存在してないかのように扱われることなんだって。だから悪口を言われるとかからかわれるとかそういうことあると思うけど、その存在が、自分の存在を相手がその
目を止めてくれているっていうこと、うん、それは無視されることの方がもっと辛いんだよって、うん、そんな風に言われたことを今思い出しました。まあでもね、そんなこと言われてもって感じですよね、きっとね。あ、また今一つ別のことが浮かんできました、それはもう大嫌いならとことん嫌ってみるのもありかもしれません。どんなことでももう思いっきりやり尽くすと終わるんですよね。例えば嫌いだと思っちゃいけないと思ってぐっと我慢するじゃないですか。そうすると終わらないんですよ、その気持ちが。だけども嫌い、大嫌い、もう大大大大大嫌いってもうとことん嫌っちゃう、するとなんかもういっかって思えたりするのが面白いんですよね。泣いたことでそういう経験ってありませんか？もう泣いて泣いて泣いてもうみたいなもうめっちゃブサイクな顔になって顔腫れて、もう泣きまくったら、人間ってそんなにですね、何十時間も泣けるもんじゃないですよね。何時間も何時間も泣けないですよね、やっぱね。でも泣いて泣いて泣き尽くしたら疲れてきて、はあって泣けないポイントっていうのが訪れますよね。だからね、何でももうやり尽くすっていうのは、はあ、そうするとなんかもういっかって、うん、それも一つありかもしれません。あるいはもう一つ思い出した話が今あります。それは、ブッダの話ですね。はい、仏教というものの、まあ、生みの親と言っていいんでしょうか。はい、まあ、ブッダは仏教を作ったっていうふうに思ってないかもしれないですけれどもね、まあ、後々に、ブッダが伝えたことが仏教になってったという言い方の方が正しいかもしれませんが、こんなお話があります。彼がね、まあ、道端にいた時でしたかね、もう目の前にやってきて、まあ、ひどいことをブッダに言った人がいたんですって。だけど彼は何も言い返さなかったそうです。でするとお弟子さんがね、後からこう言うんですって。なんであんなひどいことを言われて何も言い返さないんですかって。すると、まあブッダはこう言うんですね。君は誰かにお土産を持って行ったことはあるかいと。いや、それはありますよと。じゃあそのお土産を相手に渡した時に、相手がもし受け取ってくれなかったらどうする？いや、まあお土産持ってって受け取ってもらえなかったらそりゃ仕方ないんで持って帰るしかないですねって。だろうって、そういうことですね。相手が何を言ってもこちら側がそのお土産を受け取らなければ、それは相手が持って帰るしかない。実はその悪口、陰口を言われたり笑われたりして、こっちが反応しますよね、それに対して。ひどいって、なんかムカついたり、ちょっともう私なんかその場でが、私の場合はね、恥ずかしくなって、そこからこうなんか逃げるように走り去った記憶がありますけれども、その反応を見て楽しむということが、まあ、残念なんですけど人間にはそういう心があるんですよね。それはお土産を受け取ったっていうことです。でもお土産を受け取らない、全く意に介さない、その場合相手は出したお土産をまるでブーメランのように自分に戻ってきて、自分が受け取るしかなくなるわけです。はい、というわけでちょっと思いつくままにお話しさせていただきました。まあ何かの正解があるわけではありません。はい、なんかちょっと参考ヒントにでもなっていたら、あるいはもうちょっとでも気が楽に、心が楽になってたらいいなと思うんですけど、どうでしょうか。いや、本当にコミュニケーションって難しいと思います。学校のテストみたいに丸っていう、唯一これが正解なんていうのはないんですもんね。
だからこそ大人になってもみんながどうすればいいんだろうって言って日々人間関係に葛藤し続けていると思います。でもコミュニケーションについて知るだけですぐにできて自分の心が楽になる、人間関係がより良くなっていく改善していく方法っていうのはたくさんあります。はい、そのことをねこれからもいろんなところでいろんな形でお伝えしていきたいなと思います。お名前わかりませんがご質問くださった方、佐賀北高校の女の子ですね。また感想をお寄せくださった皆様、全員あれ多分書かなきゃいけない、学校の課題だったと思うんですが、はい、嬉しいです、すごく嬉しいです。ありがとうございました。すいませんちょっと長くなっちゃいました。いやでもやっぱご質問いただけたらね嬉しいです。はい、佐賀北高校の皆さん、これ聞いてくださってたら感想文には書かなかったけど質問したいことがあるって思いついたっていう方、どうぞお気軽にコメント欄にお寄せいただけたらと思います。お待ちしています。ではでは今日も聞いてくださってありがとうございました。西戸明子でした。